私まだ死にたくない。当社レーダー追跡は正常。テレメトリ信号の周波数は高いわ。平均水準を必ず維持して。予測によるとレギオンの攻撃は10倍以上ある。みんな持ちこたえるのよ。アスター社長戻ったよ。はあ、みんな無事ならよかった。アーランもさっき戻ってきて収容部分でのことを教えてくれたわ。それに彼の傷、あなたたちが助けてくれたおかげね。災害発生時、ステーションの最も貴重な資産はスタッフであることを身をもって実感するわ。はあ、不測の事態への備えがあまりにも不十分だった。セキュリティや戦闘員の育成もおろそかだったわ。でもあなたたち請求列車の乗員はみんな非凡な能力がある。今の宇宙ステーションの状況はどうだ？今のところ状況はコントロールできているわ。セキュリティシステムの被害は軽微で、侵入者もほんの一部のコアデータを書き換えただけだから修復は簡単だった。潜在的なリスクはスタッフたちにあるわ。彼らはミス・ヘルタをとても信頼していて、宇宙ステーションがレギオンに制圧されるなんて考えもしていなかったのよ。肉体的な傷よりも精神的なパニックの方が恐ろしいでしょ。私たちがスタッフと話してみるわ。こんな時に宇宙ステーション内で再び予想外のことが起きるなんて誰も望んでいないもの。ヘルタには連絡した？何回もメールを出したけど音沙汰なしよ。姫子さんも彼女のことをよく知っているでしょ。宇宙ステーションは彼女の追従者と器物の倉庫でしかないわ。全く気にかけていないの。思った通りね。大丈夫、私の方からもヘルタにメールを送るわ。彼女が欲しがっていた器物を持ってきたってね。これなら彼女を引きつけることができるでしょ。それはとても助かるわ。のケアはお願いね。ホーム用探索機発売中。もし俺がもっと早く半物質レギオンに気づいていれば。やはり数名のスタッフが不幸に見舞われた。他のスタッフは大部分が軽傷だが、俺は彼らの精神状態が心配だ。ほとんどの者はミス・ヘルタを慕ってこの宇宙ステーションに来たが、今は彼女と連絡がつかない。家族と連絡を取る余裕もないんだ。彼らがこの危機を乗り越えられるといいんだが。大丈夫だ、このくらいの痛みなんて何ともない。とっくに慣れている。他の者たちを守って負った傷なら誇れるものだ。今言ったことはアスター所長には言うな。俺がアスター所長に初めて会った時、彼女は大企業のお嬢様だった。俺には彼女に恩がある。だから彼女が宇宙ステーションに来た時、
俺もついてきたんだ。研究はよくわからない。だが研究を大切にしている人たちを守り、彼らが研究を順調に終えられたらそれでいい。この騒動が早く収まることを祈ろう。ホーム用探索機発売中。どうしたのかしら？興味津々のようね。宇宙を走る列車よ。もっと言えば、星球列車は開拓のアーヨーンのアキビリがかつて乗っていた列車なの。開拓、アーヨーン、アキビリが何なのかについてはここのことが落ち着いてから話すわね。いきなりたくさんの名詞を言われても困るでしょ。光遠水はガーデン・オブ・リコレクションが発明したものよ。記憶のアイオーンの追従者たちは記憶の断片を抽出して光遠水を作り保存することに成功した。もう分かったでしょ。光遠水が記憶を残すことができるなら経験や能力も残せる。だから光遠水は非常に貴重な器物で、スターピースカンパニーでは二級完成の流通商品なのよ。私が知る限りスターピースカンパニーだけがガーデン・オブ・リコレクション公認の光遠水化技術を獲得しているわ。どの光遠水も大切にするのよ。それらは元の持ち主にとってはとても大切な記憶なのだから。ううん、私はあんたについて何も知らないわ。でもその雰囲気には覚えがある。あんたに関して心当たりはあるけど確証が何もないから、今はこの小さな秘密は秘めたままにしておくわね。自分の過去がそんなに気になる？あんたは過去より未来を気にするタイプだと思ってた。私がそういうタイプだからかしら。何かあればいつでも聞きに来てちょうだい。こんにちは。何か知りたいことがあるの？ここは宇宙ステーションヘルタ。もちろんその所有権は偉大なるミス・ヘルタにあるわ。ヘルタはもともと器物と異物の保管庫として作られたの。でもミス・ヘルタの追従者たちが管理と研究に参加して、ここは次第に科学研究基地になっていった。あなたたちが通り抜けてきた収容部分には多くの器物と異物が収蔵されていて、研究の中心的な場所になっているわ。今私たちがいるのは主制御部分で、宇宙ステーションの制御中枢よ。このステーション内にはミス・ヘルタのプライベートルームがあって、中には最も貴重で、ケウで、はあ、彼女はほとんどのことを所長の私に言っていないのよ。私は宇宙ステーションヘルタの所長。でも実際はミス・ヘルタの代わりにここを管理するだけの人間よ。ミス・ヘルタは天才だけど、バラバラのスタッフを管理したり、宇宙ステーションを代表して直接かつ丁寧に博識学会の難癖に対応することは彼女の能力を超えているの。たまたまその部分は私が対処に向いていたのよ。学者たちの対応は家の口うるさい老いぼれたちより簡単なの。彼らがいくら天文学はあくまで観測の学問であり経済的な価値を生み出すものではないと口にしても、ミス・ヘルタを目の前にして同じことを言えるかしら。たとえどんな難題でもミス・ヘルタの意思だって言えばいいのよ。ヘルタ本人こそ知識の価値の象徴だもの。彼女のおかげで私は星を数えながら寝られるのよ。そうじゃないとかえって家業を継がないといけなかった。考えるだ。アーランは休憩区で傷の手当てをしてるわ。彼は自分の限界をよく知ってる。もしまだ痩せ我慢をするのなら後でちゃんと叱らないとね。私結構怒ってるのよ。
スタッフ全員の避難が終わっているのに、彼は命令を聞かず、もう一度収容部分を捜索すると言って譲らなかった。彼が誰一人として犠牲にしたくないのは理解できるわ。防衛課は彼にとって、ただの仕事じゃない。アーランは怪我をしても気にしないの。彼は他人を守れるかどうかだけを気にする。そうして初めて、認めてもらえると感じているの。彼の気持ちもわからなくはないけど、やっぱり自分を大切にしてほしいのよ。ミス・ヘルタね。彼女は天才クラブの会員で、知恵のアイオンお気に入りの天の長寿よ。ヌースが誕生して以来、そんな人間は84人しかいないわ。だからミス・ヘルタはとても気まぐれで、興味のあることしかやらないし、興味がなくなったらすぐに離れるの。この宇宙ステーションもその産物なのよ。少し前に彼女の原稿を参考資料として借りたわ。まだ主制御部分にあるはずよ。興味があるのなら見てみてね。あなたとのおしゃべりで少し気分が落ち着いたわ。やっぱり人との交流は気分を向上させるのね。もう行くぞ。逃げるんだ。私はここを離れる。いや、私は逃げられない。昨日と今日から逃げられても、明日からは逃げられない。見たまえ。バリア識別端末は142,856回の攻撃を記録している。次の数字は142,857回だ。私は信じている。この絶望的な美しい走馬灯の数を見たとき、私の人生もその最後にたどり着くのだろう。誰だってきっと良くなると言っている。否定、肯定、否定の否定は肯定だ。人はいつかは死ぬ。でも今じゃない。なんて哲学的な言葉だろう。その通り、死に近づいた瞬間にこそ今が生の瞬間なのだと気づけるんだ。元気を出さなくてはな。感謝する、善良な人よ。を下げて、アルフレッド。あ、ごめんなさい、人違いだったわ。ありがとう、若い人。私たちは今、衛星遠隔計測の事前調節をしているの。私が信号を観測するボタンを押すから、あなたは言った手順に従ってバーを動かして。先にバーの方向について説明するわね。上は周波数帯メーター、下は露波器、左は参考レベル、右は減衰器よ。私たちの事前調節には3つの手順があるの。まずは周波数帯メーターをオンにする。その次、内容が多かったかしら、覚えられた？準備はできた？3、2、1。順序が違うわ、若い人。もう一度教えてあげるわね。バーを上にして周波数帯メーターをオンにする。さらに右にして減衰器をオン。
最後に下にして露波器に出力する。準備はできた？3、2、1。完璧よ、ありがとう。助かったわ、若い人。もともとこの部分を担当するのはアルフレッドだったんだけど、さっきまで収容部分にいてまだ戻ってきてないのよ。エイブラハムと彼は仲が良かったから、このことを彼にどうやって伝えればいいのかしら。宇宙ステーション維持するのが最優先だから、まずは目の前のことに集中するわ。行きなさい、ここは私が。でも行きましょう。サポート部分シールドは持たない。あなたたちもここ任せて。あなたたち早く。通信が切れたわ。戻るのか。言っておくが、あれは終末銃、レギオンの対天体兵器だ。この宇宙ステーションを建てたのはヘルタよ。絶滅大君が手を出してこない限り、ここは安全だわ。でもうちらがこのまま逃げるわけにはいかないでしょ。終末銃は軽々とシールドを引き裂いているし、今はミスヘルタもいない。半物質レギオンにとってここの防御システムはあまりに脆弱だ。レギオンにはアイウォーン・ナヌークの祝福がある。それに準備も整えてきているはずだ。ここの人たちでは守りきれない。だからこそ私たちは必ずここを離れなければならない。それも彼女を連れてね。ん、なるほど。彼女は、彼女は突破口なのよ。もちろん私の勘違いってこともあるけど。そうか、分かった。次は何をすればいい？ここはメンテナンス課のスタッフが働くサポート部分で、最寄りのホームに行けるようになってるの。そこでベルトと合流しましょう。幼児ちゃん？幼児ちゃんが来てるの？列車に残ってたんじゃなかったっけ？俺たちの行動は請求列車のメーターに瞬時に記録される。宇宙ステーションでこれだけの騒ぎが起きていれば、ベルトさんも嫌でも気がつくだろう。ええ、私が保証するわ。あんたたちの幼児ちゃんは今頃こっちに向かってる最中だってね。今なら終末銃さえ何とかすればいいけど、もし壊滅の指令まで来たら。まずはここを離れましょう。その後でちゃんと説明してあげるわ。
どけ。騒ぎを起こしたくはない。今だ。動かないでね。今祝福してあげるから。即戦即決で行こう。やっ、ちゃんと直さないと。生死虚実、一年の魔なり、同天元気、超無一角。ふっ、はっ、たっ、ふっ、はっ、破るためにある。一撃で沈める。逃がさないわ。今更後悔しても遅い。始めようか。くらえ。自分の意志で結末にたどり着いてみせる。逃がさないわ。今だ。うちに出くわすなんてついてないね。いや、即戦即決で行こう。やっ、戦闘は精巧なデザインなの。まだ分かってないのね。人間は星空を掌握する欲望を隠さない。もちろん私もよ。せいはっ、ほら、自分の意志で結末にたどり着いてみせる。Thank you.
逃がさないわ。今だ。うちの出番。生死虚実、一年のマナリ、同天元気、超無一角。下手に動くな。せいはっ。動かないでね。今祝福してあげるから。くらえ。痛くも痒くもない。殴ったね。ルールは破るためにある。はっ。やっ。逃がさない。戦闘は精巧なデザインなの。もちろん誰でも構わないわ。今だ。うちがいるんだから負けないよ。始めようか。はあ、殴ったね。真面目に行こっか。うちのとっておきをくらえ。逃がさないわ。ちゃんと直さないと。うちに出くわすなんてついてないね。戦闘は精巧なデザインなの。はっ。さあ、ここ。まだ分かってないのね。人間は星空を掌握する欲望を隠さない。もちろん私もよ。即戦即決で行こう。やっ。逃がさないわ。今さら後悔しても遅い。はっ。せい。生死虚実、一年のマナリ、同天元気、超無一角。ふっ。はっ。順番にね。ルールは破るためにある。あんたの番だよ。ちゃんと直さないと。もちろん誰でも構わないわ。あ、
私の負け。始めようか。やっ！さ、全部あんたのためによ。ふん！ふん！争いに意味はない。ふん！うちってばなかなかやるじゃん。ほら、即戦即決で行こう。成功なデザインなの。へい、やっ、殴ったね。まだ分かってないのね。人間は星空を掌握する欲望を隠さない。もちろん私もよ。